こんにちは。ウィッチドールだけどもね。はい。頑張って一回ないといけないと思ってますけどもね。はい、頑張りましょうね。この会場は女性陣が多くて。そうですね、女性陣が。女子が多いね。女子が多いね。ええ。ところでアリスにね、前から聞きたいことがあってさ。おう、何ですか？アリスはね、うん。どういう男性が好きなの？アリスは。あ、好きなタイプ？うんうん。私は前からそうなんですけどもね。うんうん。やっぱり男性はね、うん。中身だね。ああ、中身。顔なんかね、どうでもいいね。あ、どうでもいい。うん。顔なんかどうでもいい。顔なんてどうでもいいの。あー、そっか。うん。ママ、建前はそれくらいにして、本音は？顔だね。顔？やっぱり。性格なんてどうでもいい。顔だね。顔。顔だ。性格は？性格はどうでもいいのよ。どうでもいいんだ。なくていい、性格は。性格なくていいんだ。うん。あなたはどうなんですか？私ですか？うん。私はほんと前から思ってるんだけどね。はいはいはい。やっぱ男性はね、中身ですよ、これ。おう、そうなの？顔なんてほんとどうでもいい。おう、なくていい、顔なんて。なくていいんだ。まあ建前はそれくらいにして、本音は？私、男より女が好きなんですよ。気持ち悪いよ。ねえ、もう気持ち悪いよ。男なんてどうでもいい、私。男はもう手を握んないでよ。もう急に手を握って嬉しいじゃないの。いや、嬉しいのかよ。もうあなた、あれか。あれだっちょねえよ、私。だっちょねえよって何？え？あれじゃないよ、私は。動揺してるの、あなた。いやいや、でもね、こんな話してますけども、うんうん、やっぱアリスはね、はいはい、いい歳して一人でまだお人形遊び。そうだね。一人で。え、バカにしてんの？あなたは喉の病気か。朝だめ。何言ってんのよ。誰のモノマネ？ねえ。はいはい。でも一人で寂しいですよ、やっぱり。将来は結婚とか考えないの？あー、結婚ね。うん。まあまあ、相手がいれば、いつかは結婚したいと思ってますけどね。うん。朝だめ。関係ないよ。何よ、今の間は。ねえ。アリスが聞くとこだけどね、今のはね。あ、そうなの？うん。あなた結婚どうなの？いやいや、逆逆。そうじゃなくて。ん？じゃあマリサは、私がもしも結婚したらどう思うっていうふりを私にくれるところだったんだ、今のは。わかるかな？わかった、わかった。わかった？うん。間違えてるぜ。うん。ぜ？うん。なんでや？なるほどね。じゃあ実際私が結婚したらどうですか、あなた。もう嬉しいですよ、本当に。あ、本当？心から祝福する。そりゃ嬉しいわね。祝福するし、うん、結婚式にも出るし、はいはい、新婚旅行にもついていくよ。それやだよ。なんでついてくるの？いいじゃん、3人いたらさ、うん、2人で写真撮りたい時に便利だぜ。あ、その点では便利ですよね。はーい、アリス。はい、チーズ。ってなんで私が撮んのよ。チューをするな。チューをするな。チューをするなって。なんでよ、私の旦那。アリスの旦那は私の旦那。違うよ、ジャイアンか。豚ゴリラです。どっちでもいいよ。チョイス振る、豚ゴリラって。でも3人で行こうよ。3人でだからなんで行かないといけないの？どこ行くのよ、3人で。新婚旅行って言ったら定番があるじゃん。定番ってどこよ？これこれ。あー、ハワイ？サンズの川。わかんないよ。違うでしょ？ S って書いてるんですよ。書けてないよ。サンズの S？ サンズの川に行こうよ。ジェスチャーおかしいよ。行こうよ。サンズの川行って何を見んのよ。悲願。悲願って何も見るとこないわよ。ロマンティックよ、これ。ロマンティックなの？うん。夕暮れ時に2人で肩並べて、うん、将来2人で渡ろうね。渡れるよ。確かにいつか渡るけどさ。ロマンティックだね。ロマンティックじゃないよ、そんなの。ラブラブだね。なんか嫌だろそれ。サンズの川は嫌か？嫌だよ。いいですよ、新婚旅行はついてこなくて。じゃあ結婚式。結婚式？結婚式って言ったら友人代表スピーチってあるじゃん。ありますね。あれ絶対やらせてもらいますよ。あ、やってくれるの？もう考えてるもん。あ、すでに？考えて紙に書いて、うん、ポケットに入れていつも持ち歩いてるんですよ。それ気持ち悪いね、なんか。読みたい？聞きたい？読みたくはない。読みたくはない。聞きたいだろ。読み聞きたいみたいな感じ。わかんない、それ。わかんないね。私もわかんないぜ。聞かせてよ、じゃあ。聞きたいな。うん。じゃあ聞かせてあげるよ。はいはい。くしゃくしゃじゃん。洗濯したんだよ、昨日。出しといてよ、それ。じゃあこれ読ませてもらいますね。はいはい、スピーチね。
ミマ様、どうぞどうぞ。おお、お強いですね、ミマ様。スピーチ。え、私もですか。おっと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 。スピーチは？だー、うまいっすね。え、私ですか。はい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 。友人代表のマリサです。長いよ。何をやってるの、さっきから。いや、こういうのって雰囲気が大事じゃん。そうだけどさ。ああ、失礼。雰囲気ね。どっちでもいいよ。どっちでもいい。じゃあ読ませてもらうね、スピーチ。ちゃんとやってよ。アリスさん、旦那さん、結婚おめでとう。明日、三途の川で待ってる。行かないよ、いい加減にしろ。ありがとうございました。